見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。今の敵は自警団が見回り協力。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては、買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。ま、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃあ早速準備していくよね。ネズミ。チチチチ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。上人は職務質問されて、オラああいう性格だから。マコーロと爆発絡みだろ。上人の奴はいつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う。ジョニーは。私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、礼だ。ありがとう。行こう。
いたた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 、もうけな、腕がもうけな、そんなに引っ張るなんて、ちょちょちょ、暴力反対。クラウド、あそこに隠れよ。痛いってな、ご飯市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのトレーデルか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。やめろ。静めろ。静め。死ねんぞ。痛くなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウド、やっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。これからどうする。店に戻る、それとも何でも屋続ける。
で働いてるんだけど、今日は臨時休業さ。封鎖中だ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。羽トカゲは2グループいる。奥の倉庫にいるから残らず倒してくれ。
すぐ片付く。一気に行くぞ。任せて。この調子で行くぞ。
次のカトマテリアのバトルレポートを達成したか。鍵がかかっている。ダメか。羽トカゲ、片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところ、あんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで、支柱前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ？ああ。まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。いらっしゃい。うちの品揃えは状況に応じて変えている。お楽しみに。支柱の方には行ったのか？まだなら戦いに備えて何か買ってくれよ。高級な神話製品。新しい依頼は頼むよ。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。
今後もマテリアを続々と開発していきます。共にシンラに対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。そろそろ街中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。